はいどうも、トシボーイチャンネルです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回お話しするのは、死刑囚の遺品。僕と奥さんですね、うん、ちょっと引っ越そうと思っておりまして、はいはいはい、まあ、契約のね、更新とともに引っ越そうかななんて思ってるんですけれども、うん、近くでね、部屋をずーっと探してると、うん、なんかね、その、まあ、場所は変えないんで、引っ越すといえど。だから、地域はね。地域変えないんで、うんはいはい、そこの古い物件屋さん行こうと思ったんですよ。はいはい、昔からあるとこに行けば、いいとこあるんじゃないかなと思って、うんうん、ちょっと古いとこ行ったら、まあ、いいところをいろいろ紹介してくれたんですよ。うん、その中でやっぱり、物件屋さんって、事故物件のファイルがあるなんて言うじゃないですか。はい、ああ、ね、噂ではありますよね。うん、だから、うんおじさんに、事故物件のファイルとかってあったりしますって言ったら、うん、いや、待ってよって言うんですよ。うん。聞いてほしくないみたいな。待ってよって返しが面白いね。そもそも。え、あるんですかって言ったら、ね、あるって感じ。いや、ちょっと、って言うんですよ。うん。え、あるんですか、うん、その感じはって言ったら、ないね。ないんかい。いや、ないんかい、踊れ。待ってよってなんやねんと思って、いや、でも待ってよっておっしゃってたから、つって、うん。で終わりでした。何その間、大物の間を使うんじゃねえよ。うん。って言ってました。じゃあ、結果なかった。なかったです。なんだよ、ないんですよその話。いらないじゃん。ないんかいと思って。おうおうあ、そうですかーって言ってしょんぼりしてたら、うん、オタクそもそも何の仕事してんのって言われたんですよ。ああ、変なこと聞いてくるし。そう、聞いてくるし。いや、あ実は、こう、こんなんで、怖い話とか、変わった話みたいなの収集してるんですよね、うん、と、はいはいはい。だから、まあ、ここでなんか、おじさんにね、聞いて、うん、こういう事故物件のファイルがあるんですよ、なんていう話を聞いたら、なんかどっかでね、話したりとかするかな、なんて思ったんですよね、って言ったら、ああ、まあ、その、事故物件のファイルとかはねえけど、面白い話だったらあるよ。おぉ。うん。俺もね、お前にね、今、何の仕事やってんのなんて聞いたから、うん、俺の前職の話だったら話してあげるよって言うんですよ。ほうほうほう。え、何だったんですかって言ったら、うん、死刑囚の看守だよって言うんですよ。へぇー。来た引いたぞいきなり、いいカード出てきたね。キラカード引いたぞと思って。でも、死刑囚の看守とかって、うん、話しちゃダメとかって言いませんああね、秘密保持みたいな、うん、あるだろうね。情報をストーリー出しちゃいけないみたいな、うんうん、ありますよねって聞いたら、うんうん、それって今の話でしょって言うんですよ。ほう。俺の時代ってのはもうだいぶ前だからやってたってのは、うんうん。もう何十年も前の話だから、その時は、もう紙なんて交わさなかったよって。へぇ、うん、多分今厳しくなって、なんか後輩とかに話聞くと、やっぱ紙書かされるみたいだねって。うんうんうん、だ俺は紙を交わしてない。もしかしたら最後の世代かもしれない。うん、だから、言っていいんだよ、うん。言っていいわけじゃねえけどな、と思いながら。まあね、うんうん。でもまあ、聞けるから、聞かせてくださいって言ったんですよ。はいはい、まあ、誰にも言うなよ。うん、言うんすけど。言い気満々じゃん、もうすでに。まあまあね。だって僕言うって言ってんだから、ね、誰も言うなよ。だいぶ言いたい感じだけど。教えてくださいと。うん、なら、実はね、俺、死刑囚の看守っていうのは、はい、数人しか見てないんだよと。ああ、そうなんだ。何人もやってないんだよと。うん、実は俺、心折れちゃってさ、辞めちゃったんだよね。ああ、よく言いますよね。なるほどね。なんかやっぱ人が亡くなるようなものだから、うん、で、どん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 精神的に摩耗というかすり減っていくから、そうね、うん、その弱っていく様を見ていくうちに自分もやっぱり受けちゃって、弱くなっていくと。うん、まあその典型的なタイプだったんだよと。うん、今じゃなんかこうちょっとでっぷり太っちゃってね。前は弱かったんだよな、俺細くって、って言ってて、うん。その時の話聞かせてやるよ、俺が辞めた時のって言うんですよ。おお。はい。ぜひぜひ。すごそうだね。なんとなく。だからその、辞、うん、める理由ですよね。うん。辞、うん、めるきっかけとなったそうなんですよ、うん。で、その時はもう数十年前ですよ。今はテストとかあるのか分かんないですけれども、うん、人の紹介で入ったって言うんですよ、うん。ランクがアップなのかダウンなのか分かんないですよ。なんですけど、お前ちょっともう慣れてきたから、うん、死刑囚行こうかって言われたんですって。あ、そういうこともとやってた。はいはいはい、うん。当時です。場所を教えてくれなかった。うん。ですけど、うん、まあ、行けって言われて、自分も怖かったんですって。うん。うん。で、もう、なんていうんですかね、その時有名なね、うん、当時その、ちょうど行った時のタイミングで、うん、結構有名な死刑囚がいたんですって。なるほど。うん、その、日本でニュースになるような人が。何名かそこにいて、その人らの世話しないかんっても怖すぎるななんて思いながら、確かにね。親に連絡したんですって。うん。俺、ちょっと死刑囚の看守になってと、本当は言っちゃいけないんだけれど、うんうんうん、こういう人の世話しないかんのよと。うん、もしかしたら、なんかの違いで、俺は殺されるかもしらんけれども、うん、だけど仕事だから辞められないから行くわって言って、うん、行くんですよね、うん。ほんならね、囚人と全
全く違うんですって、死刑囚っていうのは。めちゃくちゃ笑ったりするんですって。うん、で自由、うんうん。漫画読んだりとか、いろいろやってるんですって。作業もないっていうもんね。そうなんですよ。うんうん、で、話を聞くと、うん、さっき言ったように、囚人の方は作業というのが罰を受けてる状態なんですよね。うんうんうん、その場で自由が効かなくって。そうだね。で、死刑囚というのは死刑が罰だから、それを待つまでのその間っていうのは、罰を受けてない状態なんですよ。だから結構自由なんですよね。ね、人もあんまりね、うん、合わないし、ね。そうそうそう、うん。だからお昼間になんか体操せえとか、うん、朝方どうせえとかないですよ。もう自由なんですよね。うんうん、死刑まで の時間っていうのが。うんうん、漫画読んだりとか、ボケーっとしてるやつがいたり、なんか喋ったりするやつがいたりするんですって。うんうん、その時にね、うん、こいつら、うん、人間をね、不幸に陥れて死に至らしめているのに、まあねうんうん、こんな笑顔なんかと。ああ、うんはあはあ、こんな漫画読んだりとかしてんのかと思って、反省してないと。ちょっと自分はイライラしてたんですって。うん。わ、うん、かるよ、それは。そうなんですよ。うんうん、で、まあ、有名な方もいて、うん、その人らもなんか笑ったり歌ったりするんですね。うん、うん。かつくなぁ、なんて思うんですけど、うん、まあ、ある自分が受け持っている人がいてね、この人有名な方です。うん。はい。まあ、何人も殺害されてる方なんですけれど、うん、その人ずっと見てたら、なんかね、やっぱりね、日が経つにつれて、うん、どんななんか最初すごい人でも、やっぱ弱っていくんですって。へぇー、うん。弱ーくなってって、で、顔ぶれも変わっていくんですよ。うん、死刑になっていくから。うん、そしたら一人減るずつごとに、うん、どん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 顔がね、なんかヨボヨボになっていくんですって。老化していく。そう。うん。精神的に来てるんでしょ。あー。どんどん弱っていって。短時間で老化すんだ。そう。次は自分の番か、とかって思うんでしょうね。うん、そしたらもう、なんていうんですかね、貧乏筋とかガタ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 って増えて、うんうんうん、こんな弱っていくんだっていうのを見てたみたいな。へー、うん。自分は反省したいですって言ったんですって。これはいいことだと。うん、だから、絵とか描いてみたらどうですかって言うんですよ。ああ、なるほど、うんうん。絵とか描いてみたりして、結構あるんですって。その死刑囚の方に、例えば、仏教とか、うん、キリスト教とか教えてみたりとか、あと、ま、絵。これが結構ね、うん、ベーシックというか、進めるにしてはね、ベターなケースなんですけど、うん、絵をどうですかって言われて、うん、あ、絵いいですねって言って絵を描いていくんですよ、うん、どんどん。で、毎日毎日絵描くんですって。うん、で、ある日ですよね。もう、数ヶ月後か、半年って言ったかな、半年か、もうちょっと行った時に、死刑決まって、うん、まあ、亡くなったんです、その人はね。死刑執行で亡くなって、そうなんですよ。うん、そしたら、お葬式あるじゃないですか。うん、お葬式の時に、家族が、その人のね、うん、拒絶して、うん、私知りませんよ、みたいな。ああ、迷惑かけられてるし。そう、縁切るみたいな、うんうん。連絡しても無視するんですよね。うんうん、受け入れない。受け入れないと、うん。で、来てくださいって言っても無視、みたいな、うん。そういう時ってこっちでやるんだってね。お葬式まではいかないけれども。そうなの。そうそう、うんうん。ちゃんとなんかその棺桶みたいなところに、うん、例えばですけれども、彼だったら、うん、絵を描いていたから、うん、ね、絵をその桶の中に、棺の中に入れてあげる。うん。ってなことをそこの場所はしてたんですって。偉いね。うん。うん、とか、最後に着てた服とかを、うん、まあ、置いてあげる。まあまあまあ、思い出みたいなものをね、うん。そうそう、入れてあげるんですって。うんで、その人が、ま、担当だったから、じゃあ、その、絵を見ましょうってなって、絵入れてあげななーって、その人がね、いた、ま、何号室か分かんないですけれども、うん、そこぐーっと開けて、絵があったから、絵を見ていくんですよ。うん、そしたら、絵を見たらね、何描いてたかっていうと、うん、自画像なんですよね。うん。自分だ。そう。うん、自画像なんですよ。うん、でそれが、檻の中に入ってる自分なんですよ。鉄格子があって、その内側に自分がいるんですよ。本来じゃあ自分は見える状況じゃない場所だよね。そうなんです、うん。で、その時には寝転がってたんですよね、こうやって。うんうん、ぐーっと寝転がってて。ほんで、次。うん。ってなったら、次は、鉄格子の中で、絵を描いてるんですよ。うん、うん、うん。自分がね。時間が進んでる。と思って。うん。で、鉄格子の中に絵を描いてるんですけど、その次のやつ見たら、次、鉄格子から、外に出てるんですよ。うん。歩いてるんですよね。うん。鉄格子は抜けてると。抜けてると。うん。ほら、抜けてると思って。で、囚人の服着てる。うん。で、次見たら、うん、次はもう、刑務所にもいないんですよ。ああ、もう外の景色なんだ。外に出てる。で、普通の服着てる。はいはいはい。ですよ。じゃあもう出ちゃってるね、完全に。はい、次のやつ見ると、女性がいるんですよ。うん。二人がいる。で、手繋いでるんですよ。うん。次見たら、子供がいるんですよ。うん。一人か二人ぐらい。うん。その時に、あ、
多分これは何人もこの人は殺めてしまったけれども、うん、反省してこの刑務所にもし入っていなければどういう生活を送っていたんだろうっていうとこまで行ったんじゃないかなと。うん、妄想でね、うん、そうですそうです、うん、違う世界。そうなんですよ、うん、自分がまあ人を殺めてなかったらこういう人生もあったんじゃないかなって、うん、多分反省してるんだと。反省したいって言ってたから。なるほどなるほど。あ、この人ちゃんと反省できてんじゃんと思って、うん、で次のやつ見たら、うん、まああのどっか遊び行ったりとか、その家族との思い出がいっぱいあるんですよ。思い出っていうか、まあ、今後のね未来というか、うん、犬追ったりとか、うんうん、一番最後のやつをね、うん、ふっと見たら自分がずっと多分一緒に描かれてる女性の首絞めてんすよね。最後の映画。自分自身が、そう。その、奥さんであろうみたいな人を首ぐーって絞めてる絵なんですよ。映画。で、うわっと思って、うん、何これと思ったんです、その人がね。思うよね。うん。何どういうことってなるね。うん、やっぱ反省って言ってたから、その人は、プラス思考で見ていこう、ポジティブに見ようと思ったら、うん、もしかしたらだけれども、うん、あの、殺めたね、女性を思い出してやらなければよかったみたいな、なんて凶悪なことを自分はしてしまったんだっていうのを思い出して反省してるんじゃないかなと思ったんですって。あ、自分がやってしまったことを。やってしまったことを、改めて。そう、俯瞰で見て、最低なことをしてしまったっていうとこまでいったんじゃないかなと。うん、それは、そう。そうそう。そういう考えもあるか。思ったんですよ。うん、で、まあ先輩に、どうやったって言われて、いや、こんなんこんなんこんなんで最後ぐーっと締めてるけど、多分これ俯瞰で見てて反省してるんですよって言ったら、うん、その先輩が、いや、違うでしょって言うんですって。うん。なんでですかって言ったら、この男一人も女絞め殺してないものって言うん。ナイフでズタズタにして殺してんのよと。ああ、殺し方が違ったと。そうなんですよ、うんうん。だから、多分だけどこれ、こんな殺し方もしたかったって意味じゃない？おー。って言ったんですよ。うんうん、反省っていうのは、うん、こういう殺し方もすればよかったな。もっとやればよかったな。っていう意味っしょ。って言われて、ゾッとしたんですって。で、ちゃんと調べたら、やっぱり、ほうほうほう。あの、絶対、自分の指紋を残さないために、相手に、うん。触れないんですって、相手に。ああ、じゃあもう、犯行をちゃんと考えてるんだ。リアルに。手袋ちゃんとつけて、ずったずたにしてるんですって。うんうんうん。だから、こういう、そう、ちゃんと、自分の手で持ってやるという方法も、試してみたかったなーって意味じゃないかとか、多分、自分がこういう、うん、身を置かな、ここに身を置かなくて、普通に、その、なんていうんですか、善人として生きていったとしても、多分、どっかでやっぱり、あやめてたな、っていう意味か。パラレルワールドみたいなところで、また別の人生、うん、選んでいたとしても。選んでたとしても、多分、結果こうなってたわって意味じゃないこれって。最初、お前反省したいんですって言ってたけど、その時も多分、お前の思うように、やんなきゃよかったとか、遺族の方にじゃなくって、もっといろんな方法で、で俺は意味だと思うなーって思ったら、やっぱり人間って反省しないんだなと思ったら、その笑ってる人ら見たらもうゲー吐くなっちゃって、あーもうトラウマになっちゃった。そうなんですよ。この人らはずっと反省できない人なんだと、うえーって吐いちゃって、で仕事できなくなっちゃってやめたんですって。はい、なるほどね。で、元々の軽い方のね、囚人の、そっちの方行こうかってなったんですけど、うん、その人ら見ても、ウェイタクですって、うん。なんかもう反省してるような顔して作業するけれども、絶対反省してないわと。再犯どうせするんだからって思ったら、もう、ウェイって入っちゃって、行けなくなって、もう門もくぐれなくなったんですよ。体だけが悪くなるって、門、通ったら。人信じれなくなってるもんね、完全にね。そうですね。それがまあ、今は、信頼で成り立ってる仕事してるんだから、まあ、ね、まあね、すごいですけど、うん、よく治ったんだろうね。そんな話聞かせてくる、ありがとうございますって言って、これはすごい話だわと、うん、面白かったですって言って、まあ面白いって言ってもね、まあ俺もトラウマで多分未だにそこ行ってもね、上って入っちゃうんだろうけれども、うん、まあ、君みたいにはなんかいろいろ探してるとか、あともうこの情報っていうのは多分表に出ないだろうから。だから、まあ、君に伝えて、また君が、まあね、誰かに、まあ多分言うんだろうけれども、そうやって、こういうこともあったんだよって伝えてくれたら、俺も嬉しいかなって言われて、そう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 、うん、まあ、みんなが見たじゃないけどね、と、うんうんうん。俺が見た人らはそんな感じだったと。とりあえず、あの、どこの部屋にしますって言われて。そっからまだ話する。って言われたから、うん、満足しちゃって、うん、その日はもうええわ、言って。うん、部屋そこで借りんかったわ。だろうね。もう、もういいよな。もうええわってなって、もう疲れちゃって、この話聞いて。
ああ、もうええわ、って。それはまあわかるわ。うん。またその日改めて、部屋借りようと思ってるんですけど、うん、そこ以外で探してますわ。借りを返さない男。いやいやいや。なんかもう怖くって。まあね、うん。なんかその人もね、ちょっと大変だっただろうけど。うん、そうですね。ね、反省の意味が違うっていうのはちょっとね、嫌な気分になるな。人は反省。うん、そう、だからすごい自分は嬉しかったんですって。どんなに凶悪犯でも、まあ、構成していくんだなって思ってずっと見てたのに、うん、あ、違うんかーって、反省したいってそういう言葉じゃなかったんだーっていうね。で、かなり有名な、名前聞いたんですけど、うん、結構有名な方でしたね。ああ、はい、その、犯行を犯した人ですね。そうです、そうです、そうです。はい。それを、なんか、若手に見さすんだと思って僕は。まあね、でもそっか。一人目って言ってたからね。でもベテランだからいいとか。あ、まあないのかな。っていう問題なのかもちょっとわかんないからな。まあね。難しいですよ。そんな話聞かせてもらいました。だから聞きようによっては、実はこういう解釈だったんじゃないとか、この絵はこういう意味があるんじゃないっていう考察じゃないけれども、そんなのもできるんで、うん、まあ、コメント書いていただければ僕読みますんで、はい、はい、ぜひぜひですね、ちょっと書き込んでください、この話に関して。うん、みんなで考えていきましょう。まあね、あのなんか、私も死刑囚見てましたって方がいたら、それはそれで、あの、コメントいただければと思いますし。もう一人知ってんですけどね。あ、そうなんだ。あの、死刑囚に何かしてたっていう、教えてたみたいなね。それも知ってんですけど、それはもうちょっと、言えない話なので、うん、また今度なんか、クローズなところで話します。はい。はい、以上です。そしたら、はい、ということで我々サブチャンネルもやっております、トシミナティチャンネル、ぜひそちらもお願いします。はい、お願いいたします。我々1億人突破目指しております。1億人突破しました。ラスマス何も考えてなかったわ。でしょうね。この話をうまく話さないといただいてこんないい話をいただいて、そうだなって話さないとと、だから岸本さん来る前にそのメモ帳をずっと何回も読んで、これちゃんと話さんとか思ってたら、はいはい、うん、ちょっと何も考えてなかったわ。どうします、1億人突破しましたら。皆さん、それが許されるなら俺の回も許してくれ。いや、ほんまにこれは、ちゃんと、漏れなく話さないと伝えないとと思って。ああ、なるほどね。だってもう、そのおじさんが誰にも言うなよって教えてくれた、うん、もしかしたら自分もね、何か危うい目に遭うかもしれないような話を教えてくれたからね、信頼してくれて。うん、まあ、そこでは選ばないけど。うん、いや、だったら、うん、その死刑囚の話をしてくれたおじさんに何か恩返しをすることが一番いいんじゃないですか。うんうん、まあ、それは違うんじゃない。なんでだよ。借りてやるよ、そこで、まず。いや、あのね、信頼でどうこうっていう仕事の人が、うん、誰にも言うなよって言って秘密を漏らすこと、うん、ちょっとよくないんじゃないかな。ね、そう。だから僕がね、もしそこで借りたとしても、うん、で、まあないとは思うけれども、かなり僕が有名人になったら、言うと思うんだよな、その人。でしょうね。ここであの、早瀬借りてんだよって。うん。なんなら俺の話であいつ家買ったんだよって言うと思います。儲けてね。だから、普通に、あの、感謝してないかな。たまたま聞いた話なんで。初めて1億人突破しても何もしねえっていう回します。うんうん、まあ、この回に関しては何もしないかな。はい、わかりました。はい、それ以上です。はい、でした。